はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第20弾最終回をお送りします。で、最後はこの5つの熟語をやっていきますので、まずこの状態で意味のテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。では早速ね、1番の意味から確認していきましょう。で、まず最初がフィニッシュですね。フィニッシュ、ing です。で、フィニッシュが、終えるとか終わるっていう意味があるので、ing、動名詞をくっつけることで、ほにゃならすることが終わるっていうことだから、ほにゃならし終えるみたいな。ほにゃならすることが終わるのが分かりやすければ、それで覚えてもらっても構わないんですけど、っていう意味になります。で、一個まあ例文いくと、過去形にした方が渋いかな。で、フィニッシュだよね。で、使って、ここに今動詞を入れて、動名詞ね。動詞に ing をくっつけて、動名詞っていうのを作るんですけど、do ですね。その動詞に ing をつけると。で、doing my homework がいいかな、やっぱり。I finished doing my homework。で、do my homework で宿題をするなんですよね。で、それをすることが終える。で、今、過去になってるんで、終えたになるんだよ。つまり、私は宿題を終えましたよっていう意味になります。こういう風に使ってください。finish ing ね。で、次が in front of ですね。in front of。で、これが、塊で、ほにゃららの前にっていう意味になります。ほにゃらの正面にっていう意味もあるんですけど、前にでいいです。基本的にはね。で、これも例文せっかく作ってきたんで、書こうかな。これね。例えば、まずこの文があると。There is his bike. There is. There are. ほにゃららがありますよっていう意味ですよね。一個のものがあるんだったら is。二つ以上、複数のものがあるんだったら、ここが are に変わるんですけど、there is ってほにゃららがある。his bike だから、彼の自転車ですよね。だからこれだけの文だったら、彼の自転車がありますよって言ってます。ここだけだと。で、そこに、例えば、どこどこにあるよっていう場所をくっつけたいと。そういう時に、じゃあどこにある？in front of を使って、in front of、自分の家にしようか。my house ってやれば、このね、私の家の前にっていうことができるので、うちの前に彼の自転車あるよ、みたいな風な文ができます。こういう風に使ってください。で、3番が get well ですね。get well。で、これで良くなる。で、良くなるのも、基本的に体調が良くなることに使います。get well。体調が良くなる。一応書いておこうか。ちょっと訳し方を変えてね、違う風に使う時もあるんですけど、基本的には体調が良くなるという風に覚えてください。で、自分が塾講師やってる時の印象なんですけど、結構 well をね、なんか使いにくいというか訳しにくいっていう風に感じる子が多いらしくって、get well で良くなるだし、例えばあと、very well かな。他もいっぱい出てくるけど、これ文の最後につけるととても上手にっていう、例えば彼はとても上手にテニスをするみたいな感じに使うことができます。 well っていい意味で基本的に使うので、これも良くなるっていういい意味でしょ。なんでそういう風に今使うんだよっていうのを、頭の片隅にでも置いといてください。で、次が have been to ですね。これは中学校3年生で習う現在完了のところで出てくるやつで、そこで絶対見たことあるんですよ。その現在完了をね、勉強してる方だったら、あると思うんですが、ひとまず塊で覚えてしまってもいいレベルぐらいのよく出るやつ。なので覚えちゃってください。これで、この場所が来ます、これ。場所が来て、ほにゃららへ、行ったことがある。ですね。ほにゃらら行ったことがあるという意味になります。ここ場所ね、動詞の原型ではなくって。で、この似てるので、せっかくだったらね、覚えてしまおうかな。
今 been を使うと have been to でほにゃらら行ったことがあるよっていう意味になるんですが、この been の場所が gone、 これ go のあとあれだね、現在感じだ、現在分詞だね、なると、ん、か、違う、過去分詞からこんな話してる、過去分詞になるとこういうやつで、意味がすごく似てるんですけど、これで「ほにゃららへ行ってしまった」っていう、あのね、印象としては「have gone to」を使ったら行って帰ってきてないんです、もう行っちゃったよっていう。だから行ったことがあるっていうのは、例えば「have been to America」だったらアメリカか、アメリカに行ったことがあるけど今日本に帰ってきてるよっていう感じになりますよね。だから have gone to を使ってしまうと、行ってしまって帰ってきてないんですよっていう感じの、まあ、違いで思っといてもらえればと思います。で最後が thanks to ですね、 thanks to で、これは勝手に、まあこれよく出てくるっちゃ出てくるんですけど、まあこれ最後にね、これをやりたくて入れました。でこの to の後ろ、ここも、動詞の原型ではなくて名詞が来ます。ここ名詞で、その名詞をのおかげでっていう意味になります。ほにゃらのおかげで。で、ちなみにこれいい意味で言うと、なんとかのおかげで何々ができましたみたいないい意味になるじゃないですか。これ逆も使えて、ほにゃらのせいでダメだったよみたいな、ほにゃらのせいでって使うこともできますけど、まあ、あえて今回はね、こっちで書いておきます。こっちの方が有名なんでね。で、今回、まあ、最後ね、これの例文を1個書いて終わろうと思うんですが、この例文は覚えなくていいからね。全然覚えなくていいんですけど、ちょっと長いっすよ。I can go on taking a video. で、これ使えます。Thanks to 入ってる？入った、全然入ってたわごめん、もっとしたらよかったね。 Your support、 まあこんな例文をね、があるんで、まあ、これ今回考えたやつなんですけど、 I can go on taking video thanks to your support、 あ、サポートね。これはですね、 I can、 私はできるんです。で、 go on ing、 これ前やりましたね、この講座で。ほにゃららし続けると。で、take a video で、これ動画撮るっていう意味になるんですけど、まあ撮影するっていうね。だから撮影し続けることができるんです。thanks to ほにゃらのおかげで your support はあなたたち、これ複数で考えてね。みんなのサポート、あ、それか。あ、いいんだね。サポートはね、不可算名詞で可能、複数形できないんで、みんなのあなたたちの支援、応援のおかげでできるよっていう。まあこれ俺の気持ちです。最後。I can go take a video thanks to your support。だから、まあ本当ね、これ本当に普段思ってることですけど、まあ見ていただいてるみんなのね、応援があって、こうやって毎日毎日ね、動画撮り続けることができてるので、せっかくなんで、この文をね、最後載せてもらいました。はい、自己満なんですけど、ね、本当にね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、まあちょこちょこ言ってるし、今回の動画の最初にも話しましたが、この第20回で、この英熟語シリーズは終了となります。合計で、100個のね、熟語をね、お付き合いいただいてありがとうございました。で、この講座は、中学生向け、だから高校受験を考えている子向けにね、取ってるものなんですけど、もちろん、目指してる高校のレベルとかによれば、100熟語では足りないです、正直。で、ただ、この熟語、今回やってきた100個の熟語をちゃんと覚えてもらったら、絶対に力は伸びます。足りないから、得点が上がらないとか、そういうわけじゃないからね、勉強してる限り、ちゃんと一歩一歩進んでるんだったら必ず得点は伸びてきます。だけれども、例えば足らないなって思ったりとか、もっとね、これをきっかけに英熟語を勉強してみたいなって、そういうふうに思ってもらえたら、ぜひご自身でね、本屋さんの方に行って、熟語の本とか、あとは単語の本の最後の方に熟語がセットで載ってるやつとかもあります。いろんなタイプの参考書というか、単語集とかあるんですけど、それを見ていただいて、で、個人的には、この参考書、この単語集がおすすめですっていうのは特にありません。ものによってそれぞれの良さがあるので、これっておすすめはしないんですが、ぜひ、みんなが、人におすすめしてもらったから買うのではなくって、自分で本屋さんに行って中を見ると、絶対参考書とか中見れるからさ、封閉じてないんで、
中見てもらって、これで勉強したいなって、自分で思ったものを使ってやってください。それが一番いいです。参考書の選び方としてはね。なので、まあ、もしね、個人的には、この、まあ、20個の動画でしたけど、これをきっかけにして、あ、もっとちょっと頑張ってみようかななんて思ってもらえると、うん、やってきた甲斐があるかなとは思います。はい、といった感じで改めてになりますが、ここまで本当にね、ご視聴いただき、そしてまあ、このシリーズをご視聴いただいてありがとうございました。で、まあ、このシリーズは終わりますけど、他の、英語のシリーズもありますし、他の科目もいろいろとっておりますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、ご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。本当にありがとうございました。